おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。小松菜を3、4センチぐらいの長さに切ったね。そしたらね、えのきベーコン、なんだこれ、ベーコンでえのきをくるくるっと巻いてさ、巻き終わりは爪楊枝で止めて、詰めるときに爪楊枝をねピッて外したらよし。で、ウインナーに切り込みね。そしたらね、これ分量これです。この頃作ったような気もしなくもないけど、ちょっと私の記憶が曖昧もしさ、オーバー手で引きちぎってね、あとは調味料ピャピャッとして、これもさ、大葉の風味がふわっと広がって美味しいよね。そしたらね、粉気がなくなるまでしっかり揉み込むよ。でね、食べやすい大きさに丸めるよ。今日は鹿児島はね、昨日までの良か天気とは打って変わって雨降りです。昨日はね、天気が良かったからさ、ベッドパッドを洗ったり、シーツを洗ったり、肌布団を洗ったりとかね、いろいろごいごい洗濯機を回した。でも昨日のうちにしてて良かったわ。今日がね、雨なの。明日はどうか知らないけど、天気予報、携帯の天気予報は見てないからさ、明日はどうかわかんないけどね。で、卵焼きね、今日は久しぶりだったかな、カレー味の卵焼きにしたんだ。このさ、カレー味の卵焼きも美味しいのよね。そしてまたね、今日は父とちょっと出ないといけんな。なんかしらさ、毎日ね、どこそこでないといけなかったり、まあね、母の病院はまあ毎日行ってるんだけどね、毎日まあ行ってる。なんかさ、なんだろうな、少しでもさ、こう声かけをしてた方がいいような気がして、やっぱね、一応毎日行ってね、なんだかんだ言ってね、声かけをしている。なかなかね、その反応は見られないけどさね、耳ってほらずっと聞こえてるって言うからね、何もね、声をかけないより声かけをした方がさ、いいような気がしてね、毎日通ってます、それでね、少しでもさ覚醒してくれればいいよなと思い方だけどね、なかなかこれはね、なんだか現代のまだ医学ではね、難しいらしいね。そしたらね、えのきベーコンね、そしてモーニングサーブも多分久しぶりだったかもほんとこれプリップリしてうまいのよね。でね、私が行く中ではね、やっぱコスモスが一番安いなと思う。で、ウインナーね、コスモスはさ、ポイントカードがない分その分安いんだろうなって思うんだ。なんかお店の店内放送でもそんな言ってる気がする。で、ウインナーも焼けた。で、ごま油を熱して、小松菜を炒めるよ。小松菜もシャキシャキ美味しいよね。そしたらね、分量はこれね。もうこれもほんと簡単。白だしも使うし、かつお節も入ってるから、うまみがね、ギュギュッと。
で炒め合わせて、もうこれで小松菜のおかか炒めもできた。そして油を熱して、なんだったっけこれ、豚こま大葉を焼くよ。あのまん丸くするより平べったくした方がさ、火の入りが早いからね。そしたら片面1分半焼いて裏返すよ。まああの素敵な焼き色が。で蓋をして1分半蒸し焼きね。でもうこれでさ、小松菜大葉ボールもできた。詰めるよ。リーフレタスで仕切って、小松菜じゃなかった、私なんつった、あ、豚こま大葉ボールはさ、立てかける感じで詰めるよ。そしたらね、えのきベーコンね、ちょっとえのきがへにゃってなってるけどさ、頭の方がねちょこんと見えるように詰めれば、ちょっとは見た目がいいような気がする。そしたら卵焼きは断面が見えるように詰める。でカップを敷いてね、これで滑り止めっていうの、なんていうの、トカゲを作って滑り止め。ウインナーとモーニングサーブも立てかける感じで詰めるよ。でカップのところにさ、小松菜のおかか炒めね、でミニトマトをちょっと聞こえたかな、あの息子がプンをしちゃった、聞こえてないかなでね、トトにはね、なんだっけこれ、しそ昆布で、娘は鮭フレーク、そして漬物ね。で梅干しを添えて、今日のお弁当の出来上がり。今日はね、豚こま大葉ボールとかのお弁当でした。材料と分量これね、また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。